さあですね、どんどん山を散策していきましょう。キノコがねいっぱいありますので、キノコチャンネル。こちらのキノコは白そうめん竹というキノコですね。おそうめんのような見た目です。で、古くなってくるとこのようにちょっとね黄色っぽくなってきます。大変可愛らしいニョロニョロみたいなキノコですね。白そうめん竹です。目の前にあるキノコはこちらですね。ヌメリガサ科のキノコかなという。ですごい綺麗な深緑色、ちょっとねちっちゃいのでだいぶブレるんですが、すごい綺麗な深緑色をしていて、で下から見るとヒダが黄色っぽいのが分かります。でですね、老木になるとなんと全く違う色に変わるという不思議なキノコなんですね。で、この緑色のヌメリガサ科のキノコ、若草竹というキノコがあるんですが、これはねどうも若草竹ではないので、まだ名前のないキノコですね。で、こちらにこのようにね乾いてきたら色が変わるという、ちょっとね独特なんですね。で、まあこの辺にしか、この辺のこの場所でしか見れない大変レアなキノコです。